さあ、えー、それじゃあですね方言ニュースいってみましょうか、えー、今日の担当は宮城洋子さんですはいこんにちははい大イグスーヨーチューガラビラはいじゃあよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますはい大イグスーヨーチューガラビラ車種の宮城洋子やいびん内縄や戦いうわたがやんで生むれ戦後すぐ米軍基地のちくらって 米軍飛行場から取り撃ティ飛行機や生から58人目の宮森省のジェット機事故から始まってカーサチのジェット機事故ベトナム海爆弾撃チャル B52 アンシーオキコ君海撃てたるヘリコプター最近やオスプレーンヒヌ軍海撃ティアビタ 復帰後の米軍事故や50回以上備計内便で海や便、うちなやゃひやひや三島内便。湾ね小学校1、人しの土地、生から54人名やいびいしが、カーサチンいジェット機の火淵、ウティティ、一緒し、んじゃびたん。うの土地、同級生のおっかが、うきんから、 イスタンハエナティ、シカバイシ、ティン・ワン小学校まで、長ョータンデのことうびんじさびん、ウビンジサビン。おの4人目の1959年6月の30日や1チャーのミ宮ル小学校のジェット機事故。18人の犠牲者のジアビタン。おのうち11人や小学生やエビティ、ミモル小学校の会や、 供養する仲良し地蔵,地蔵の建てらりやびたんこと仲良し地蔵の面会やひまわりの花の幸福福地去った30日や18人の慰霊祭の愛びたん石茶畜やひまわりの花いいて石茶中学な三日宮森六三丸会や六三丸 カイヤ石川ひまわりプロジェクト立ち上げやびたん。ひまわりの花や墜落事故の犠牲になさる。当時、国のち泣いたる上山義武さんが好きやたんでのことやったから、6月30日にマニアーチー言いやびたんで。中の方言ニュースや、おぬひまわりの花のなあちきて、 石川ひまわりキッズシアターンデヌ小学生児童劇団の話やいびん。一時の方言ニュースを抜きやびら。2017年7月4日火曜日旧暦や4日軍脇11日やいびん。琉球新報の記事から抜きやびら。児童劇団の石川ひまわりキッズや 平成12年に結成し、クリマディ・イルイル宮森小学校の Z 時事故の悲惨、被害の一つが戦後の口さ,口さあわりそうる、チュンチャン会、歌三心し、くくるいさみしみ装置、のちぬぐ掃うじさびら、戦後、うちなじゅう、元気じきたる、歯医者のオラブーテンの劇など。 甘くまんじ公演ししちゃびたしが今年の今年の1月初日をし解散さびたん。安心がな劇団のわらびんちゃややめたくないやめいぶしこうねえらんうフっちの都合し解散しないでもっと宮守りのことを伝えていきたいんでぃ声が知事長びたん。関係者や 生からん、地域で生きるための人民史、再結成、サビタン。事故当時、宮森小学校の一年生あたる、上間淳一さん、61歳、生、うるましのジュニアオーキストラの団長やいびしが、さんの話、父、ウェルビンチャーの思い、うトゥ、うふッチュし、妨げていねらあ、ならんでち、ティアギミソウチ、 事務局長医師者の歴史文化知っていて遺いんでいる我々にんが売るかじり活動地域で一日、に来る19創意さる6月28日に、ね、や小学校時私たちの空ジェット機事故題材し オリジナルミュージカル上映サビタン。児童劇,劇団やヤーヌ人ごち、自主公演の資金と活動を続けて一るための休憩のお願い相違。またインターネット紙、資金集めるクラウドファンディングサイト、ユイマ・ディシの 理事目標額の30万円の支援の指掛け問いびん中の方言ニュースや宮森小学校のジェット機事故わしりテ並んでの児童劇団石川ひまわりキッズシアターの思い再結成し復活さぬ話を抜きやびたまた来週言いちゃうがなびらまたやあたい。 はいえー、宮城さんどうもありがとうございました。はいはい、ということで今日の担当は宮城陽子さんでした。